マッシモスカリは、イタリア出身の、元男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2010年世界選手権3位、2009年、2010年、ヨーロッパフィギュアスケート選手権2位、2002年、ソルトレークシティ、2006年トリノ、2010年、バンクーバーオリンピックイタリア代表。パートナーは、フェデリカ・ファイエラなど。現在は引退し、コーチとして、指導に当たっている。 イタリアのモンテロトンドに生まれ11歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代はフラビア・オッタビアーニとカップルを結成し、1996から1997シーズンの世界ジュニア選手権に初出場で22位となる。1997から1998シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦に大会で連続優勝を果たし、 JGP ファイナルでは3位となるなど頭角を表した。1998から1999シーズンと1999から2000シーズンには ISU ジュニアグランプリ3大会で優勝、1999から2000シーズンのイタリア選手権ジュニアクラスでも優勝したが、世界ジュニア選手権では4位となりメダル獲得はならなかった。 同シーズン終了後にフラビア・オッタビアーニとのカップルは解消する。2001年、ライバルチームにいたフェデリカ・ファイエラと新たにカップルを結成し、ISU グランプリシリーズに参戦。イタリア選手権では2位となり、ソルトレークシティオリンピック代表に選出されたが、そのソルトレークシティオリンピックでは18位に終わる。2002から2003シーズン、イタリア選手権で初優勝を飾り、 2004年ロシア杯では ISU グランプリシリーズ発表彰代の3位となるなど徐々に頭角を表した。地元イタリア開催のトリノオリンピックを控えた2005から2006シーズン、イタリア選手権でプロフィギュアスケーターから復帰したバーバラ、フーザルイコールポリアンド、マウリツヨマルガリオン組に敗れたものの2位となり、2度目のオリンピック出場を勝ち取った。トリノオリンピックでは、 コンパルソリーダンスで1 1スタートとなったが、オリジナルダンスでは、ステップシークエンスでの転倒が響き21位。フリーダンスで巻き返したものの総合13位に終わった。2008から2009シーズン、NHK 杯で、グランプリシリーズ初めての優勝を果たし、グランプリファイナルに進出。イタリア選手権では6度目の優勝を飾り、2009年、 欧州選手権では2位に入賞し初の表彰台に立った。2009年、2010年の欧州選手権では2年連続の2位。地元、イタリアで行われた2010年世界選手権では、世界選手権で初めてのメダルとなる、銅メダルを獲得した。2010から2011シーズン、2011年、欧州選手権で5位と惨敗したことで、現役引退を決意。 引退後はコーチであったパスカー・レ・カメレンゴと共に、アメリカのデトロイトで、コーチ業を始めた。2014年6月に、デトロイトからほど近いミシュガン州カントンのアークティック・エッジ・スケート・クラブに移籍し、マリナ・ズ・エワとの仕事を始めた。マッシュ・モ・スコーリー、ラス・フィーダ・コンティヌは、アート・オン・アイズ2012年5月2日、アルドリッジ・アンド・イートン・メイク・スイッチ・ス・ザ・ウェイバ。ありがとうございます。